小林流は囲碁における布石手法の一つ。黒板で星、小目、相手の星へのかかりから開きまでの一連の配置を指す。小林光一が前世時代に多用し、高成績を上げたことからこの名がある。世界中で流行し、黒板の必勝布石とも呼ばれた。中国流同様小目からの締まりを省略した足早な布石であり、発展性。 攻撃性を合わせ持つ部分でも類似する。A や B の係りは、挟んで厳しく攻撃し、可変落ち模様としつつ、右上を膨らませる。それを避けて、白が他に打てば、B にしまって理想型を築く。白が一間高がかりした場合の例。黒は二間に高く挟み、互いに飛び合ったら黒6への覗き一本で白7の次と変わって、可変落ち化し、黒8あたりへ開く。 黒は両辺を打ち、白は根拠のない浮き石を残して打ちにくい局面と判定される。よって白は一軒高掛かりでなく急戦を避ける意味で A の大ゲーマ掛かりを採用することが多い。同じ理由で B の二軒高掛りが採用されることもある。大ゲーマ掛かりした場合、黒にと肩をついていくことが多い。白3の滑りの後、 A から挟む、B から可変を拡大するなどの手法が研究された。黒の小林流を阻むには、例えば白6手目で1へ挟み返す、あるいは A へと掛か,かり返すような手もある。別の布石へと進むことになる。後に、小林は5手目を小ゲーマにしまる、手堅い布石を多用した。こちらは、新小林流と呼ばれる。ありがとうございます。